はい、皆さんこんにちは宮井厚生協会佐賀総合病院リハビリテーション会一の藤原大です新型コロナウイルスが私たちの生活に影響を与えてからはや2年以上が経過しました皆さんはいかがお過ごしでしょうか 私たちの生活はですね非常にこう社会の影響を大きく受けることというのをこのコロナ感染症の中で実感させられているかと思います。まあ、そのような状況も踏まえまして、今回は健康の社会的決定要因とリハビリテーション栄養というテーマでお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。リハ栄養の対象者となる方々も、リハ栄養を実践する我々医療従事者も、社会の中で生活しています。 そして私たち一人一人の健康は社会的な要素によって大きな影響を受けています健康に影響を与える社会的要素は健康の社会的決定要因ソーシャル n a ターミナン h オブ・ヘルス SDH というふうに呼ばれています今回はリハ栄養と SDH がどのように関連するのかリハ栄養を実践する我々が持つべき SDH の視点について皆さんと一緒に考えていきたいと思います リハ栄養の定義を改めて確認します。リハ栄養では ICF による全人的評価とを基本としており、機能、活動、参加と QOL を最大限高めることをゴールとして行われます。スタートからゴールまで対象者の生活機能を軸として、そこに影響を与える因子について明確に捉えた上で対応することが求められます。ICF は、 機能、活動、参加を合わせて生活機能として捉え、そこに影響を与える環境因子、個人因子を背景因子として捉えます。この背景因子は多岐にわたっており、個別性や地域性というのもあるので、確率的に評価することが難しいかなと思われます。しかし、この要素の評価が不十分なまま、リハイオン診断、ゴール設定、介入を行うことはできません。どのようにこの背景因子を捉えていくべきなのでしょうか。 今回はその中でも健康状態と生活機能に影響を与える社会的要因について考えてみます。健康であるということは病気ではないとか弱っていないということではなくて肉体的にも精神的にもそして社会的にもすべてが満たされた状態にあるということを示しています。したがって健康は遺伝子などの生物学的要因や 生活習慣などのののの個人的要要因因だけけでで決ままるるわけではありません関連する複数の要因のうち一つが社会的要因です社会的要因の中には個人の所得や家族状況友人知人とのつながりいわゆる社会的ネットワークなどの個人の社会経済要因というものと国の政策や職場コミュニティでの人のつながりの豊かさこれはソーシャルキャピタルというふうに言いますけども これらを含む環境としてのの社会要因というのがあります。これらをひっくるめて健康の社会的決定要因ソーシャルディターミナント・オブ・ヘルス SDH というふうに呼んでいます健康の決定要因は階層に分けることができます生物学的要因はミクロレベル個人の社会経済因子はメゾレベルそして社会や国の体制経済状況や文化環境はマクロレベルというふうに言います これらの階層ごとの因子を捉えて、この関係性を明確にすることで、対象者の課題はより見えやすくなってくるものと思います。WHO の欧州地域事業事務局では、健康の社会的決定要因、確かな事実、ソリッドファクトとして、10個についてデータエビデンスを示して解説して、社会と,社会としての取り組みを提言として述べています。例えば、 社会格差という面では、社会階層のどこに属するのかということで、平均余命や病気のかかりやすさが変わってきます。社会的支援という面では、社会的なつながりや良好な人間関係を欠く孤立は健康状態を悪化させます。また、長期にわたるストレスは、神経関係や免疫機能に影響して、身体的機能健康をに影響してきます。 これらの社会的要因は健康格差を生み出しています。健康長寿社会を目指した予防政策の科学的な基礎づくりを目的とした日本老年学的評価研究 JAGES では社会的な要因によって起こっている国内の健康格差についてあらゆる側面から報告をしています経済的な問題や人との関わり住んでいる地域など多くの社会的要素が健康格差の要因になっているということがわかると思います では、リハ栄養のターゲットとなるフレイル、サルコペニア、栄養障害、航空機能障害について考えてみましょう。フレイルと社会的側面の関係では、社会的フレイルという用語が頭に浮かびやすいかと思います。社会的フレイルは、社会活動への参加や社会的交流に対する脆弱性が増加している状態というふうに定義されています。孤立とと閉じこもり傾向というのが、 転倒リリススク、ク手段的的 ADL 低低下下にになななりますますた長期的な生存率の低下にもつながるということが分かっていますただこの問題を解決するためには、孤立しないようにもっと人と関わりましょうとか、閉じこもりにならないようにもっと外出しましょうというだけで本当に良いのでしょうかということですね。孤立や閉じこもりに至ったその背景には何があるのか、そこにもメインを向けないと対応できないかと思います。例えば、退職による社会的役割を喪失したと お金に余裕がないということがあったりするかもしれませんサルコペニアに関して見てみると社会経済的不利でプロバブルサルコペニアの有病率が高くなるということが複数の論文で報告をされていますしかしまだこの辺りについてはまだ明確な結論には至ってないということのようですこの要因には栄養摂取の偏りなどによる栄養障害や社会活動の低下 慢性性疾患患への罹ししやすすさななどがが関与していいいるるととう,ふうな可能性が考えられるかと思いますサルコペニアの治療と予防のために栄養、運動、薬物療法などの実践と合わせて社会経済的側面での政策が今後必要になってくるかもしれません。栄養障害については低所得の世帯で食品摂取の偏りが大きいというふうに報告をされています。食品の多様性についても差があり、 特に低所得世帯では穀物摂取、炭水化物、エネルギー摂取が増加する一方で、野菜、肉類、きのこ類、乳類などの摂取が減少するということが分かっています。これらは低栄養のみならず、下栄養を含めた栄養障害全般のリスクになるということが言えます。航空機能は非常に健康格差を生じやすいという,ふうにされています。 低所得だと無視学になるリスクが高くなるということのほか、義士の肥料が少ないとか、まあ、高齢者では歯科受診が減るなど、さまざまな指標で健康格差が認められています。高齢期のオーラルヘルスの健康格差は、実は子ども時代から蓄積された結果でもあるというふうにされています。日本の研究でも学歴という若い頃に決まる指標によって、高齢期の現在指数の が異ななるというふうふ健康格差というのが知られています健康格差がライフコースを通じて蓄積されているということが示唆されるわけです。そのため、高齢期のオーラルヘルスの健康格差の解消のためには、高齢者への対策だけでなくて、幼少期からの対策が重要となってくるというふうにも言われているくらいです。このように、私たちがリハ栄養で介入しているリフレイル、サルコペニア、 栄養障害航空機能障害には多くの社会的要因が関わっています社会的要因による格差が生まれているということも分かってきています目の前にある問題のもっと手前にある課題それは原因の原因にまで思考や対策を巡らせられているか、まあ、リハエを実践する私たちは健康の社会的決定要因 SDH の帰結を目的しているとそういう立場だというふうに思います したがって、私たちは原因の原因を探り当てて、その問題を発信して、解決への道を作る役割も担っているというふうに言えるかと思います。これらは川の上流と下流というふうにも例えられます。私たちは川の下流にある問題に日常的に取り組んでケアを提供しているというわけですけれども、この一つ一つの取り組みはとても大切です。しかしかこのの下流のみにとどまっていていは 根本的な解決には至らないのではないかというふうに思います。川の中流や上流を見て、そこに手を伸ばして、下流に流れる前に問題を解決する、社会的因子に取り組むということは、そのような視野の転換を意味しているんだというふうに考えます。社会的な問題へのアプローチ、社会的に困難を抱える方々への解決策として注目されている概念として、社会的手法というのがあります。 社会的処方とは困難を抱える住民に対して保健医療介護福祉地域の他の機関地域住民などの連携のもと本人のニーズに合致する社会的課題を解決し得る社会資源につなげる支援をすることそしてそのケア機会を地域組織とともに作る活動というふうに定義をされていまます。す、ま、さにに地域とととののつながりをを処方しして問題を解決しようというふういふるものといえます。 そのつながりは一方的,一方的にです、ね、これが良いというふうに押し付けるものにならないように注意が必要かと思いますその人中心であるということが求められますまたその人自身がやってみよう使ってみよう行ってみようと思えるようなエンパワーメン,ントなものであることが求められると思いますそしてその人に合った社会リソースがなければ共に作っていくということも必要になってきます これは非常に大変難しいことのように思われるんですけれども、私たち自身に求められていることは、対象者の社会的問題にお目を向けながら、コミュニケーションをしっかり取り続けること、これは未エ栄養ケアプロセスをしっかり実践していくということとイコールかと思います。そして、私たち自身、個人の持つ専門性を理解しながらです、ね、自ら属するチームや組織づくりをしっかり継続していくということ。そして、 地域あるいは国家、国のリソース、これは人的なもの、あとは物的なものもありますけれども、それについてもしっかり情報を収集しておくということが重要だというふうに考えられます。疾患の診断や治療にとどまらず、患者の立場になって、その声を代弁してニーズが満たされるように働きかけを行う人のことを、ヘルス・アドボケイトというふうに呼びます。アドボケートというのは 本来備わっているはずの権利が行使されない状況にあるとき代弁者になってその権利を擁護して実現を支援するということを指しています例えば医療費の支払いに悩む患者に対して言動確認定証の制度などの社会保障制度を知らせるという医療者はそれはヘルスアドボケイトにあたります1996年にカナダの王立内科外科医学会が作成した 医師の役割を明示したキャンメズフレームワークというところでは医療専門職に求められる能力行動特性としてこのヘルスアドボケイトが提起されています。ここでは個々のニーズに沿って患者とともに取り組むこと診療する地域や関連団体などとともに制度や仕組みを変えることの2つを示しています。リハ栄養の栄養養のの世界では ONS というのが非常にこう短いになりましたけれども、この ONS ・補助栄養食品か必要な方に手に入れやすくする社会の仕組みづくりというのも、このヘルス・アドボケイトの一つというふうに言えるかもしれません。リハエオが概念・学問として一定の確率が得られた今、次のステップはそこに関わる私たちが社会に問題を投げかけ、解決の道を探るということが求められているふうに思います。まあ、個人としても、 リハエをする実践するチームとしてもそしてまあ学会となどと組織としても必要なことだというふうに思われますリハエを実践する中でその対象者との出会いはその方の生活や給与を得るより良い方向に変容させていくアドボケイトする絶好の機会になりますまたリハエの実践を通して自分や自分が所属するチーム職場組織や 居住地域を見つめ直して、より良い方向に変容させていくということもできるというふうに思います。こちらが最後になります。SDH の第一人者で、英国医師会長や世界医師会長を歴任したマイケル・バーモット氏は、その著書、The Health Gap の中でこのように述べています。Do something.Do more. Do it better. もしあなたがまだ何もしていなければできることからやりましょう。もし何かに取り組んでいるならそれをもっとやりましょう。もしすでに多くのことを行っているならそれをもっと良くしていきましょう。リハエイを実践し、そこから見える社会を見つめて専門職としてアドボケイトしていくことが求められていると思います。 引き続きあらゆる力を合わせて対象者と社会を変える変容させる取り組みを一緒に続けていきましょうご清聴ありがとうございました、ね、皆さんご視聴いただきありがとうございましたリハエオは非常にこう学問的にも実践的にもこの10年ですごく広がってきたと思いますこの次の10年はですねこの社会に訴えかけられる社会を変えられるリハエオとして さらなる発展を遂げていくのではないかなというふうに期待しています皆さんと一緒にまた頑張っていきたいと思います引き続きよろしくお願いいたしますありがとうございました